あ、皆さん画力も見たいので、ちょっと一人一人パーツを描いてもらいます。こういう感じだったよ、エグゾディアって思ったよりうまくできたわ。じゃあ、まず完成。めっちゃいいよ、俺の自信がある。いきます、せーの。SKJ ビレッジ。はい、おしゃれでます、SKJ ビレッジ。ずっと最後は、しんこです。皆さん、質問です。どんな時に勝ちますか、人は。まあ、基本的にはあれじゃない、やっぱ相手より優位に立った時。ああ、なるほど。ああ、地の利を得た時ですか。ああじゃなくて、まあ、これ決まってて、はい、もう明確に勝つ瞬間って、はい、エグゾディアが揃った時なんですよ。いや、まあそりゃそうか、そりゃ勝ちますよ。これ明確に勝ちって書いてあるんで、それは、はいはい、あなたは勝利するって書いてあるんで。ああ、はい、確かに。なんで今回、はい、エグゾディアを3セット用意します。はい、おお、まあ、計15枚ですね。手足も含めて各パーツ、まあ、頭5パーツあって、うん、それが3つずつあるんで、はじめさん、ランダムで配ります、皆さんに。あ、何があるか分かんない。もうもちろん、配った瞬間揃ったの勝ちです、それは。はいはいはい。で、じゃあバトルします。うん、誰か倒しますね。はいはいはい。じゃあ俺が再発を倒しました。うん、倒したら、俺は再発に、まあ、トレードを仕掛けることができる。はいはいはい、はい、自分のいらないカード渡して、こっちは俺が引く。ただ特殊ルール一つあります。例えば自分が右足欲しいとする。で、右足で誰かを撃墜するとするじゃん。そしたら、じゃあ右足持ってる人って言って、持ってる人の中から、まあ1枚引いていい。あーはー、なるほどね。自分はいらないカードを渡して。はい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 、はい、はい。で、まあやっていくうちに、エグゾディア揃ったら勝ちです。これ初手揃いもあります。初手揃いでも勝ちです。よし、行きます、それ。皆さん、画力も見たいので、ちょっと一人一人パーツを描いてもらいます。絵柄が違っても揃ったことにある。あ、揃ったことにあるね、もちろん。あー、もう白のペンしかないけど。違う違う、いらねえよ、白のペン。全部捨てろよ。でもなんかこういう感じだったよ。思ったよりうまくできたわ。じゃあ、まず完成です。それで顔だけ皆さん発表しますか。せーので。別にこれ本質じゃないですね。いや、めっちゃいいよ、俺の自信がある。いきます、せーの。やばいよ。え、俺のに似てない、これ。やばい、うわ、やばい。こんな感じでしょ。あ、これで高いわ、でも確かに。いや、これでしょうよ。あー、なんか S の一番ぽいけど。いや、ロボットじゃん。いや、でもこれ、こんな感じじゃね。めっちゃ気合いてる、この脱毛してません、このエグゾディアは。ロボです。まあ、あとはちょっともう一個追加しますか。ちょっとこれあったら面白そうなんで。ほう。手札抹殺というルールを。手札抹殺？ほう。要は手札リセット。はい。おお。まあ、1位取った人は、手札抹殺権を使って、はい、もう一回みんなで戻してシャッフルして5枚ずつ分けます。おお、なるほど。だから、自分が右足ばっか持ってる。あ、そう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 。まあ、手札事故が起きた場合に、手札抹殺1位取った時にはできます。オッケー。いいね。え？待って。やばい、これ全部足だった。全足で足ちゃった。これ汚い足いっぱいある、これ足が、ほらこれ。俺絶対1位だろう、じゃあ。いらねえ、これ手札抹殺できるからね。ちなみに俺リーチだわ。え？マジで？足、あれはいけ。一個足だけ。足足りないじゃないですか。足俺。まあ、手上げとく。足大体持ってます。マジでいけるわ。だから言わない方がいいよ。まあそうね。でもまあ、君足って言うから、俺もう、足しかないくないからさ、言わないの引こうかなと思って。待って、俺それしれっと足取って、てててるしたくねえから。やっぱデュエルって正式なもんなんですよ。足5枚のやついるの有利すぎだろ、さすがに。でも一応俺欲しいやつで撃墜できるキャラでいくわ。ああ、そういうことね。次足一回りしよう、とりあえず足はいらねえから。これ言うけどさ、これ右手にするやつえぐいよ、これ。いや、俺の右手か。エグゾディア目線か。やべえ、俺自分目線で書いてます。でも、えっ、何確認したの？分かんないよ。じゃあどうせどっち。はい、ぐる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 ドンキー。
やばいって。やべ、ドンキングされた。左、どっちだっけ。お前サイクロン使うな。あ、死ぬぞ俺、それでやられた。やばい、撃墜した。あ、リストバ、リストバ。あ、で、撃墜するたんびに交換していいです、これ。オッケーオッケーオッケー。一層、撃墜するたんびに。ドンキどっちだ。進化。まあ、S はもう漏れているので、足があるという情報が。これ S とトレードしますんで、私。オッケー。じゃあ、いらないカード1枚渡しました。これです。はい、やべえ。めっちゃ欲しい、そのカード。絶対いるよな。絶対いる、絶対いる。で、ここで発表します。私、リーチです。マジ？ S がめっちゃ足あるってことは、そうだよな。余計なもんは S です。でもこれ S 倒したのそうだな。おっ、やべえか。やばい。俺のくくくまえ。まあ、ミスター足から行くしかない。ミスター足から行きます。足をください。戻ってきました。おめえ、俺やば。行きます。はい、一回これやばいな。これそのかもしれないな。二回交換あるぞ。一回ずつ交換じゃないじゃん。あ、そう、そうしよう。お互いが撃墜したんでしょ。うん。じゃあ、怖い。デスティードロー。えい。おぉ、これワンチャンあるのか、これ。マジか。いや、そう見てみればわかるね。どっちしかわかんなくても。ここなんだけど。おぉ、おぉ、おぉ。おぉ、もういい、いい感じじゃない。はめて。どう？いく？足の方向が珍しくはある。あの、うまいスキープレイヤーがカーブする時のポーズだ。これね、これね、これ。うわ、オッケーオッケー。くそ、惜しかった。俺もリーチだ、じゃあ、そういう意味では。え、みんなリーチ。確かに、みんなリーチになるのかな、二人リーチだったら。うわー、でも同じ人の作品で揃えたいっていう。なんか、お前、リーチと。そう、同じバージョンでいきたいよ。できれば。同じ人の作品で揃えたい欲も出てきたって。撃墜した技決まったんだよ。おっ、無敵。マジだ。よこせ。えっ、おお、アイテムです。ビューだから指定はできません。あ、リーチ。まあ一応リーチでは。それワンチャン進化、ワンチャン揃うな。交換して揃われる可能性あるよ。早速ですが、手札抹殺剣使います。おお、マジか。リーチだけど二人も結構揃われてるんで、はい、まあ僕も一応リーチでしょ。俺もその、僕は一旦もう一回一人だけや、なるほど、頭ばっかみたいな状況を作って、そこからかもしれない。ああ、ちょっとリスクを減らそうかなという。まあでももうちょっと切ってくださいね。これこういい機会なんで言いますけど、切るのむずいんですよ。それもわかります。ただ足五本来られると、まあちょっときついものがあって。ガフー、それがポイント高いっすよ。いや、高すぎだろ、それ。え、やばい、俺今やばい、やばい、来てる、俺のガフーが。やばい、やばい、俺、やばい、来た。え、待って、俺、エクトリア来るじゃない。あー、来たー。待ってー、てて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 、え、待って、ててーて、ラウツリが赤5よ。それは揃ってる。やったー、じゃ待って。いや、足が3本ある。俺足3本。あ、これ手？いや、めっちゃ、これ足じゃないの、これ手？進化の画力がやばい。こういう手。これ。これ、これ、足ね、これ足ね。これ足なの？あ、じゃあ足でした、足でした。あ、これさすがに足か。これは普通のポイント高いです、これは。マネージャーじゃ普通に嬉しいだけで、まあ手札は殺です、これは。ワンピースカード式シャッフルやめていただいて。吸い込まれるように俺に5枚俺の元に来たから。ずるいんで、これは。ずるいか。これ仕組んでないとできないんで、これ基本的には。すごい奇跡だな、今の。その仕組み君次第だし、かなり。仕組んでるので、これなしです。手と足、この開いてるか、これだけで興味する。これがこれかね。結構むずいですから。足でなら足。開いてたら手。ああ、いいね。全然ダメっすね。俺リーチだ。ええ。マジ。あ、俺もリーチかも。まあいいや。マジ？てか足か、もう一回よく見ないとわかんないけど、多分リーチ。椅子らしい。チャンスだこれ。お、頭欲しいのあいつ。それバレちゃいますよね。銃が欲しいやつ。フルドヤの銃。
あ、あーやばい。じゃあ右手持ってる人手挙げて。でリーチ？俺リーチです。俺リーチです。右手欲しいじゃん。え、何？右手が足りてないの？これ。サイカツが右手ないってことは左手はあります。実は左手狙いです僕。なるほど。なんだその深いエグゾディアは。でそれを1枚持ってるはず、サイカツは。だから4分の1で俺が勝ちます。あ、まあまあいらないです。別に画風が揃っただけだわ。画風は順々と揃えられている。おお、そんなこともあるの？あるあるある。珍しい。バナナバナナバナナ。だからチンポもらえます。エグジニアのチンポ。エグチンは普通にめっちゃ黒いチンポ。エグチンはまだ。てて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 いやーし、じゃあ勝利ですか。勝利の上3点。よし、ありがとうございます。じゃあこれ7ポイント取った人の勝ちにします。それは画風、多い画風がポイントになるんです。で、一回募集。一回募集。そう、ソウルライス後付け。あ、10点でしょ、10点でしょ。最下とさっきそもう揃ったね、初手で。あ、やった。もう自分の画風。5点。俺じゃあ5点だよ。5、3、0。いかちな。え？あぶね、おお、あっ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 、あいる画風、いらない画風があるから。次、あれも OK？ 誰の画風多いか聞くので。じゃあ、そのプレイヤーを撃墜した時に画風も聞いてすじゃあ、エースの画風持ってる人。はい、持ってます。君は、俺ので揃えてるんだ、今。ワンチャン5枚揃い狙ってるな、それ。だって、進化持ってないんでしょ。いや、バレたか。俺、エースの画風4枚あります。やばい、これでやばー、それ渡すんで、ここで5分の1で S の画風引いた時点で、やばー、5点エグゾリアで勝ちです。やばい、それは頼むー、これだ。これがやばい。これで S からもらったこのカード出てS ガフエグゾディア。やばい、 S ガフ揃ったわ。あれ、すねとか怪我したんすね、君エグゾディア。ボーッとしてるじゃん。膝これだろ、膝こそ。膝のこれ、いや、膝の位置下すぎるだろ。すね怪我したと思ったわ、このエグゾディア。あと、ダサい大学生が履いてる海賊みたいな。あー、ドフラミンゴシューズね。あ、そうドフラあります、あります、あります。ドフラミンゴシューズと膝下、エグすぎだろ、こいつね。サイカツ抜けたんで、こっから俺と S で10ポイントいくまで勝負。5枚5枚持って、で、残り5枚は山札、サイカツじゃなくて。お互いに倒したら、お互いの手札と交換するか、山札と1枚チェンジするか選びます。なるほど。どちらも？よし、来た。顔顔か、顔だよね、これ顔。よし、あ、ダメ、これだ。おお、まあ、揃ってないです、まだ揃ってないんかい。オッケーオッケー、でもよし、ネクストバトル。見えたわ。山札で揃った。山札でエグゾリア完成しました。
街でもエグゾには感染しちゃうんだけど俺。すごいよ、もうゴーウンマンがいるから。真のデュアリストだな。いや俺エグゾには感染しちゃったわ。でも別に山田でエグゾには感染しても関係ない、関係ないよね、関係ない。オッケー、頭ニサヘディング、やばい、あ、え え？よし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 。で、俺は、画風質問。え、画風質問は、どの画風を聞いてもいいの？いいよ、じゃあ。じゃあ、再活画風持ってる人。持ってるか。俺もあるよ、俺もあるよ。トレードだ。てっ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 て。進化これ…うわ、もう騙されたわ、最悪だ。え？いや、てか違うよ、そうじゃん、君揃ってんだ、俺も揃ってる。揃ってる、S も進化も。ルル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 ル。画風は？俺左半身を再活に揃えた。エグゾディアじゃん。こんなハンマーユージローみたいな。左だけもう、左化してるわ。でかい、これ画風揃えたの偉いっすよ。よし、3点獲得。俺2点です。足狙いですかね、俺。全部狙いだ。おお、掴んでる。大丈夫、質問。じゃあ、再活画風持ってる人。はい。その絵が進化によって有益な情報になるというのか。さっきからめっちゃ聞いてきます。再活画風持ってるか。もう狙い、狙いは明白。山札から引きます。はい。いや、やばい。白くない餌目当てのやつで。やりたそうだ。何が目当てなんだ。こら。頭か。頭、頭。これ進化には再活画風は渡したくねえわ。山札に再活画風を送る。送るわ。でも山札も戻した、再活画風。えっ、ちょっと待って。まさか。おお、俺画風を数えてください。え、1234。あっ、何でそれ。ガフ進化の癖点以外全部 S だ。画風揃えも完璧ですよ。あ、これ、あれ6点だっけ、今6点です。あ、素晴らしい、10点フィニッシュだ。うわ、気持ちいい、これ。進化はほぼいってた。再活画風集めてたんですよ。なるほど、そうだよね、こうなんですよね、今。5点狙いに行かなきゃ、もう難しいかなって状況で、ね。なるほどね。再活画風、それ行くことしたんですけど。あ、俺の一歩から進化の顔が生えてます、大体。ほんとだ、これはもう真のデュエリストです。いや、真デュエです、俺は。素晴らしい。全部知っていたぜ、城之内くん。まあでも、メルカリで売ります。1枚2000円で。いや、これマジで売れそうし。5枚揃えた人、会えます、SKC。画風揃えした人にはもうすごいですから。飯行きましょう。画風揃え、飯で。どこにいるんだ、君は今。じゃあ私、遊戯王人生で一度だけ揃えられて負けたことあります、実は。ああ、俺もあるよ、それ。その内で遊戯王やってて、で、なんか、増殖する G ってカードがあるんだよ。それ今の遊戯王環境にめっちゃ刺さってるカードで、相手が特殊召喚をした時に、自分はカードを1枚ドローできるっていうカードなの、増殖する G って。で、今の遊戯環境って、無限に一旦で特殊召喚してくるわけ。で、いろいろやって、やっていいけど、その次のターン俺手札クソあるよ、みたいな。超有利なわけよ。なるほどね。で、それを相手がやってきて、で、俺やけど逆転取って、あ、俺のデッキ特殊召喚、無限にできるわけよ。それを使ってデッキからそうと思って引けなくなったら負けじゃん。ああ、すごい。で、俺はもう勝つことじゃなくて、もう、いろんな手段で、もうとりあえず特殊召喚ばっかしまくったわけ。30回ぐらい。最後やぞって勝った。あっては。俺はそれ勝とうと思った。それも、要は向こう対策として入れてるわけよ、デッキ。すげえな。知らないもんね、こっちは。
俺小学生の時マンションの下の芝生でデュエルしてて、したら小学生の時だからさ、中3ぐらいのめっちゃ背高いやつが自転車でキーって来て、俺とデュエルするって言われてそいつとデュエルしてそいつの自転車のカゴにさこうやって入れながらやってたの。カゴじゃさ狭かったんだけどそいつ自転車乗りながらね、そいつは、その結構中盤あたりにこうやって手札見されて、揃ったよって言われて揃ったよ俺それが人生で1回だけエクゾリア揃った時の負けた。知らないチャリ男に